第一次、安倍内閣は、衆議院議員、自由民主党総裁、内閣官房長官の安倍晋三が、第90代内閣総理大臣に任命され、2006年9月26日から2007年8月27日まで、続いた、日本の内閣である、自由民主党と公明党を与党とする、連立内閣である、安倍晋三は、この内閣を、美しい国づくり内閣と命名し、 小泉純一郎の構造改革を加速させ、補強していく方針を表明した。閣僚を経験がない塩崎康久の内閣官房長官への起用には自民党内からの寄付もあったが、安倍は新人議員時代から政策集団で共に行動してきた塩崎を抜擢し、拉致問題担当省を兼任させ、 安倍自身の支持の大きな要因である北朝鮮による日本人立ち問題の解決への積極的姿勢を打ち出した。外務大臣には総裁選挙で対立候補となった麻生太郎を再任したが、もう一人の対立候補である谷垣定一、谷垣派議員からは入閣なしであった。連立を組む公明党からは、前内閣と同じ国土交通大臣のポストに、冬柴鉄三を起用した。 また、首相官邸で活動する首相補佐官を従来の2名から5名に増員し、日本版 NSC の叩きがいとなる国家、安全保障に関する官邸機能強化会議を設け、首相官邸機能を大統領制的に強化しようとしたが、同じく首相と所管大臣たちとの関係を取り結ぶ内閣官房長官、 内閣官房副長官4名と首相補佐官5名との分担関係が逆に不明瞭なものとなり、第一次安倍改造内閣では首相補佐官は5名から2名に戻った。一方で内閣における官令を崩す手法を模索した、官僚の事実上のトップである内閣官房副長官事務担当に大倉省出身の的場純造を起用。この政治指導の副長官起用は、 2007年の押し付け的甘くなりに関して事務次官等会議で4人の事務次官等の反対にあったが事務次官等会議で同意を得ていない案件が閣議に上がってこない慣例を無視して閣議決定に持ち込むことに一役を買ったこの組閣に関しては経済界からは概ね肯定的な評価を得たがマスメディアからは2006年の自民党総裁選で 安倍を支持した議員を優遇したことから、論功交渉内閣あるいは、お友達内閣などと揶揄された。これに対して、安倍は、結果を出せる人を選んだと説明した。韓国務大臣の補職のうち、内閣府特命担当大臣は2006年12月15日、発令。冬芝国務大臣の職務のうち、海洋政策担当は2007年7月3日、発令。 首相官邸機能の強化策として、内閣法第19条第1項の定員枠一杯の5名に増員され、安倍内閣の目玉の一つであった。防衛副大臣職は2007年1月9日、設置、発令。休職名は防衛庁副長官。防衛大臣政務官職は2007年1月9日、設置、発令。休職名は防衛庁長官政務官。 北京2006年10月8日、ソウル2006年10月9日、ハノイ2006年11月18日から19日、マニラ2006年12月9日、ロンドン2007年1月9日、ベルリン2007年1月10日、ブリュッセル2007年1月12日、パリ2007年1月12日、セブ島2007年1月15日、ワシントン DC2007 年4月26日から27日、 安倍内閣は美しい国づくりと戦後レジームからの脱却をスローガンに歴代自民党政権が成し遂げられなかった教育基本法の改正や防衛庁の少々核国民投票法などを掲げ教育については教育再生会議を立ち上げ第166回国会には教育再生関連三法案を成立させた就任早々には 小泉政権下で首脳の往来が途絶えていた。中国や韓国を訪問した。組閣当初は70%近くの支持率があった。ものの、2005年の郵政国会において、郵政民営化法案に造反し党を除名された議員を復党させて、以降急落。言論 NPO が2007年1月6日に発表した安倍政権100日評価アンケートによれば、 支持率は24.0%で70%以上が期待以下最初から期待していないと回答した。支持率は年金記録問題が持ち上がった同年5月下旬以降さらに加工した。さらに閣僚の不祥事、失言が相次ぎ2006年12月の佐田玄一郎国地方行政改革担当大臣の事務所費問題を皮切りに 農林水産大臣の事務所費問題、久間防衛大臣の原爆投下はしょうがない発言により、閣僚が計4人交代した。2007年7月の第21回参議院議員、通常選挙で、与党は過半数割れの惨敗を起死したが、政権を続行する姿勢を示した。以降は、第1次、安倍改造内閣を参照、以下、政権運営や、支持率に、 大きな影響を与えた出来事を記載する。個々の閣僚の不祥事などは、個々の人物のページを参照。松岡都市関連詳細は、松岡都市を参照。赤木徳彦関連詳細は、赤木徳彦を参照。長瀬陣営関連詳細は、長瀬陣営を参照2007年。編集1月3月4月5月6月7月9月2006年。編集12月2007年。 編集1月3月5月6月7月8月安倍内閣総理大臣記者会見2006年9月26日総理就任記者会見冒頭でまずはじめにはっきりと申し上げておきたいことは5年間小泉総理が進めてまいりました構造改革を私もしっかりと引き継ぎこの構造改革を行ってまいりますと述べむしろ加速させたいとの考えを示した ab 村を死に一、林博秀。論公訴革命友も徴用。読売新聞。http://www.yomiuri.co.jp/.feature/.fe6900/.feab06092701。htm2010 年4月11日閲覧。 お友達内閣の消失は内閣発足翌日の2006年9月27日の朝日新聞長官に寄せた評論家の宮崎哲也のコメントである安倍政権100日評価調査結果公表言論 NPO h t t p w w w g e n r o n n p o n e t c a m p a i g n m a n i a r テ i クル e 0 0 1 9 4 3 h t m l 2 0 1 0年1月1日閲覧。赤木農水省を更迭安倍内閣。交代4人目。朝日新聞 <S <s <ancestors> <S。h t t p m e g a メ o d o n j p url イコール http コロンスラッシュスラッシュ w w w a s a h i c o m スラッシュポリティックススラッシュアップデートスラッシュ0801スラッシュ tky200708010142 と html アンドデートイコール20兆708億2500 332 2010年8月15日閲覧ありがとうございます